一番油断するときっていつかわかるか？優勢な状況のときかしら。そう、自分が攻めていて圧倒的優勢、そう思ってるとき、普通じゃありえない策が通る。それって病かどうかは気持ち次第だっていう言葉だとずっと思ってたけど、気が病んでしまったその時こそ病気にかかるってことなんですね。いや、全く体調は壊したくないものですね。というわけで少し空いてしまいましたが、本日より投稿再開します。そもそもなんで死んでたのよ。自分でもよくわかってないんだよね。病院行ったわけでもないし。いや、なんで行かねえんだよ。というか本当に動けなくなるほどの体調不良は、リアル20年前にインフルかかった以来一切なくてバカ健康体だったんだけど。逆にそれ以外病気してないってどんな体してんだよ。ベタがひたすら3日何もせず過ごしてたら治りました。治療方法が昭和すぎない？動画編集が負担になってるとか自覚は全くないんですが、気がつかないところで負担になってる可能性もあるのかもしれないので、今後はしっかり体調管理してまた毎日励んでいきますので、改めましてまたよろしくお願いいたします。というわけで、あとは2人でよろしく。まったく、とんだお騒がせ野郎だったな。そんなわけでおいっす。また今日から再開していくぜ。とマリサだぜ。やっぱろう。季節の変わり目で体調も崩しやすいので皆さんもお気をつけください。トレイムよ。さて、それじゃあ3日ぶりに暴れますか。いや、むしろショートの総集編でいつも以上に暴れてたわよね。はい、いただきました。集団空へ。もはやサクサクやりすぎて普通のことのように感じてきたわ。ルマンドぐらいサクサクしてるわ。気がつくと粉々になってるやつじゃねえか。って今更だけど、相手これ3分サンストね。3分サンストか。オムシカだったらエキスト落として断逃げ決め込めば勝ちだな。顔が死んでるよ。0% で手榴弾食らっちゃうと、漏れなく 50% をプレゼント。こんな応募者全員サービスは嫌だ。というか一発食らったらもう終わりそうな状況じゃないの。DA ガードされたけど、なんか弱だけで済んだ。なんかジャスができそうな気もするんだけど、シンプルに技が当たってないのか。崖に追い出して火力が取れそうな展開。ほらー、上バーストなの？メテオになってくれるのが一番嬉しかったけど、まああのパーセントなら根元の上バーストでも十分ぶっ飛ばせるな。さてミスト先行したし、残り時間はひたすらガン逃げ決め込んで手堅く勝利といくか。言い方に悪意ありすぎだろ。いや、だって3分にしてる人って落としきれる自信があるってことだろ。それか先行してガン逃げできるかってことだと思ってるんだけど。言ってるそばからバーストしてますけど、調子こいてジャスが狙ったら大失敗したわ。さてここから一切試合が動かないので、質問コーナー。今回の質問はこちら。デフォルトさんに質問です。スネークで爆発以外で好きな体術の技はありますか？自分は個人的に下スマが好きです。理由は格好が完全にお礼なところです。質問ありがとうだぜ。そりゃ文句うまいかな。救いようがないほど発生と後隙が絶望的で、立ち回りに一切向かず、読み以外全く機能しないところがめっちゃ好きだぜ。いや、いつもボカボカ当ててない？全くスマブラする気がないところが一番の評価ポイントだな。一番嫌いな技の間違いなのでは？下スマが好きということで少しアドバイスすると、ホールドしてるとめっちゃプルプルするのがおもろいぞ。意味わからんアドバイスな。というわけで質問コーナーでした。他にも何かあったら概要欄の質問箱から送ってくれな。さてそんなわけで E% まで来ました。ところかもう 160% 超えてるんだけどね。つかみかかって上強でバーストね。いやいや、何言ってんだ。そんなリスクしかないことするわけないだろ。相手にはバースト拒否しながら、残り時間でエキスト落としてサドンデスに持ち込むしか道はないぞ。あと15秒も生き残っていられるかな。絵に描いたような棒読み。ラインがなくなったら今度は上に失礼します。あ、ダイヤ武器でも多分火力間に合わないんで、で強引に技振るしかないから逃げればよって、距離詰めてきたら上に飛んでいけばもう追いつけないでしょ。あ、自滅していった。はい、私の勝ち。性格アップ。ボソッと言うな。それじゃあ2000名いくぜ。お相手はジョーカー。最近ジョーカーの登場回数めっちゃ多いわね。まあもともと人気なキャラだし、そもそもの母数も多いからな。あとはアルセイヌがいると横スマ当てやすくなるんで。そんな個人的なキモい理由は聞いてないわよ。ウェディがワイヤーのままアルセイヌ出てくるんだとしたらヤバかった。そこまでやりやすくなるのか。そこには C4 あるぜ。でとりあえずの上スマガン打った完成でそのままぶち当たる。なんか結構 ND が好きなタイプか。距離さえ詰められれば当てはんだから、それ狙っていくか。あ、回避するんだったらニキータ撃ってたら終わってたじゃん。え、全避け。攻撃上がりの無敵で全部避けたのね。すげえな。今のやつ何かしらに確実に当たるもんだと思ったが、 C4S の手榴弾とかマジで崖絶対終わる Z だもんね。あ、やべ、ギリギリ別編聞いて抜けられた。そしてそいつは逃さねえぞ。ひえー、今のあの状況から追いついちゃうのは恐ろしいわ。ちょっと確定してるか微妙なところではあるけど、手榴弾コンボは繋がってなくても振っていくことが大切。あといかなる状況でも差し返せるときは見逃さないこと。今の手榴弾に下強が入ったのが気がついてなかったら、バースト自体もなかったわけだしな。なるほど、いかなるときでも攻撃のチャンスを見逃さないと。あ、おし、急降下いらなかったじゃん。とはいえ今の状況でも空へ触れちゃうのは変態すぎない？攻め続けられたけどここで崖展開。ちょっとここは勇気の下から吹き、崖直に吸ってるから後隙にサイファーでも当てとくか。いや、それ狙ってできるもんなの？マジで言葉で説明できないけど、ある程度狙って当てられる。マジで言葉で説明できないけど。おっと悪いな。私はこのくらいなら反応できるのでな。めくられた瞬間反転の影響か。というか今の横強出てないことに驚きだわ。意外と遅いんだな。
それ握ったままだったらもっと火力伸びたんだが、ストック差のせいもあってえげつない速さでゲージが増加、そして溜まったタイミングで飛ばされ崖展開に、さすがにもうバーストしてもしゃあなしかな、だからあえて崖で待ってから上がりますか。オッケーラッキー、そんで踏み込んでくるところを起爆、吹き飛べ。なにー、C4 じゃなくてカウンターでぶっ飛んでいった。なるほど、あえて C4 の起爆を誘発してカウンターか、冴えた策だ。絶対たまたまでしかないだろこれ。じゃあ私も一つ冴えた策見せてやらないとな。また何やらかすつもりなのよ。人が一番油断するときっていつかわかるか。優勢な状況のときかしら。そう、自分が攻めていて圧倒的優勢、そう思ってるとき、普通じゃありえない策が通る。こういう使い方しかできないので食う前は役に立ちません。やっぱり食う前嫌いじゃねえか。それじゃあ3戦目行くぜ。お相手はグラピネ。っていうかさっきの試合なんか見たことある気がするんだけど、もし見たことある試合でしたらお詫び申し上げます。採用した試合はちゃんと消しといてください。にしても自分が追い込まれてるのに攻撃仕掛けに行くなんてね、私じゃ怖くてそんなことできないわ。まあ毎回やればいいってわけでもないしな、不利状況であることには変わらんから、やりすぎるってのも危ないんだけど、だから本当に適材適所で打っていく感じが一番かな。例えば今とか。いやごめん、全く意味がわかりません。全く今のプレイの良さがわからんとは全然ダメだな。おい絶対ぶっ飛して気持ちよくなりたかっただけだろ。たまには適当に振っても結構当たってくれるもんなんだな。やっぱ私ぶっ飛って苦手だわ。おいぶっ飛してんじゃねえよ。今のは相手の空前読みなのでもっと高度なことしています。もう全く差がわからん。いいんだよ、しかったってリスクないんだし振っていけば。なるほど、食う前を避けるために横スマで姿勢避けか。ものすごい拡大解釈。お空後にしようっていう判断クソ早いな。そのまま DA で外に出して崖展開。多段ジャンプは復帰阻止はそう簡単には当たってくれんねえ。無理やりの崖メテオだったけど下には飛んでいかず、ここでサイファーを出すことで崖から離れて相手を復帰させます。崖から落ちたと思って焦ってサイファーしただけです。さすがに後引きかな。今の硬直やばかったわね。最速で反応してたら横スマとかできてたんじゃね。手榴弾殴ったヒットストップだけとは思えないほど時間止まって。あ、いやまだいける。とまあこういう時もありますわな。気にすに対してめっちゃポジティブ。もうなんか明日の夜空が聞けるからそれでいいや。変な方向に強制されてない。じゃあストック差もあるから手榴弾で相打ちでいきますか。ブラピは運んでいくことが多いから体力差で勝てるってやつね。ガチガチに先端当てられるとさすがに手榴弾は意味ないんだけど、こうやって食う上に対してはかなり強いから出しとくだな。こんな感じにボカボカしてバーストできる火力までいくか。これ見るとスネーク相手にストック先行されちゃダメね。 C4 起爆で火力は十分だ。でも何でバーストするの。ここで棒立ちしてたらいらっしゃいませ。最後ジャスがしようと思ったけど間合い管理完璧すぎたわ。というかキャラ使ってるお相手より間合いが完璧すぎるって一体。キャラの技の間合いはこうやって覚えていこう。ってところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるので、良ければまた遊びに来てくださいね。この動画はどうだったかな？良ければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいぜ。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると最新の動画がチェックしやすくなりますので、まだチャンネル登録してないという方はぜひチャンネル登録して次回の動画をお待ちください。コメントや高評価をいただけると動画投稿のモチベーションにつながるので、ぜひともよろしくお願いします。こちらにおすすめ動画もありますので、もしよければこちらの動画も見てみてくださいね。それではまた別の動画でもお待ちしてます。また見てねー。